やハロー、どうもこんばんは。アニメリアク職人ことマジアレギの浜です。現在2024年の8月20日火曜23時27分ですね。はい、僕の妻は感情がないの8話、アベマ TV で見てきます。なんと CM11本、むちゃくちゃ待ちました。長かったわ。はい、ということでこれから軽く自己紹介しますんで、興味の方は40秒ほど飛ばしてください。自分の本業は大道芸人でありパフォーマーです。ナイトスクープに依頼者で4回、月曜から夜更かし目覚ましテレビ生放送、昨年世界丸見えテレビ特捜部で、ビートたけしさんと、今年は痛快明石家電車で明石家さんまさんとテレビ共演、テレビ30本以上出てます。2022年には深田恭子さんと CM 共演まで果たしましたが、現在もコロナの影響で全く仕事が戻らず、ほぼ無収入状態でアニメリアクターやってます。リアクター的には多分投稿本数日本一、間違いなく日本一が再生数の低さとチャンネル登録者数の伸びなさ、これにずっと苦しんでますが、一日も休まず動画投稿を続けてます。ぜひともお願いします。それではいきます。なおアニメ本編は流れませんのでご注意ください。またわけのわからんタイミングで広告が入ってきます。申し訳ないですが、それを我慢しつつ同時視聴もしくは普通に視聴いただいた後リアクションのみ確認ということでお願いします。いきます。3、2、1、スタート。さあ、守くんがね、前回加わったね、家族に、確か若井勇気さんだな、守くん。9月18日、お、塚本修一の誕生日や。なんでなんで、カニの話やって。あ、氷か。ぬるいかな。うん。氷か常温か熱いかやね、これ。強いじゃん。真っ赤かい。71度やばい。長かったな、アバン。3分10秒ぐらいだったか。ううまだ出てきないキャラおったかな。
ううう必勝うう。あかりまた出てほしいね。守君とあかりの遭遇を見た。妻にも意地があるみたいです。あ、背高い。あっちまあこうかぶる分には大丈夫やね。コロコロした体温計。お、自動目になった。だいぶ剥げちゃったな。千住15分25秒。お。いやいや、怖。何もできない卵、前回の名前の時はね。
あれパトカー、あー、じゃあ救急車の音やな。おお、そう改造されたのね。ぽい。こっち側やね。これミーナが嫉妬という感情を覚えてきてるよな、明らかに。なぜかって、人間はなぜかって、あ、壊れそうやな。おあ、はい。何これ。守ること。達也、
あ、映画見せんのかなこれ。あ、なるほどな。ああ、なるほど。デメテル6型。イヤホンジャックや。デメテル6型？誰のな声？あ、トロッコ問題や。シャイアン。そう、トロッコ問題や。おお、そんなにすごいんや。
あのあれみたいな、あのビビーの AI なんたら法みたい。あの口の認識をしたからここに口当てびっくりしたんかね今。あ、ほんで来た瞬間に。なるほどね。あははははは。あ、わかった。なんか、デメテルが、あ、金本豊さか、それは聞いたことあるわ。伊藤かなえさんいたな。アナウンスか。あれ次回予告あったっけなこれ。あ、あれな、妻に過去があるようです。え、妻に過去があるようです。誰となるのこれ。はい、まあまずはそのミーナが守君にね、そのまず温度のこの測り方を教えるということで、最初何でしたっけな、まあ常温の水と冷たい水と、熱湯に指とか、まあ、手入れさせてたけど、あれその前何教えてたっけな。あ、あれや、カレンダーや、カレンダー教えてたね。でその微熱の、まあ、定義みたいなことを教えたと。でまあそんなこんなやりながらうわーって守が言いながらね、タクマが帰ってきて、で、まあちょっとなんか今回ミーナがあの嫉妬というような感覚が見えたんやけど、学習したんかな嫉妬で、まあね、このままではただ あのコロコロな体温計やからみたいなこと言うたけど、おもろかったけどねその辺は。でまあその後にその包丁をねこうガンガンやって、そのマスターの、危険度みたいなものをもうちゃんとまあ分からせようってことだったかな。で結局救急車呼ばれたってことだったけども。でそれには守君がこう一緒に、布団に寝始めて、こう一発目ポイ、二発目がこうコロンとね、なんかだいぶミーナが嫉妬をしてきてるんじゃないかなという感じやけどね。まあそして、
映画に連れて行ったんかな。そのまず、ミイラに掃除が掃除というか、あれは、食事以外はできへんのかっていうことで、掃除機をこう、まあ、ミイラが奪ったみたいなもんやったけど、それアナウンスが入るのね。でアナウンスが入って、まあイエスかノーかやね。でまあそのまま守君を映画に連れて行ったところで、ランクというものがわからない、入られへんと、映画館には。ね、録画機能が、録画機器として、認識されてしまうからってことでね。で、デメテル録画だった機が、まあ、いろいろ質問して、結局、まあ、特に問題なしだったっけ？で、まあ、帰ったらまたミーナのアナウンスが流れてきたみたいな、そんな感じかな、今回は。で、最後なんて言ったっけな、ちょっと飛んでもうた。うん、あ、そうか。で詳しいこの方はボリオルミーナリーやね。だからあまりにもこのアナウンサーが長かったから欲しくなってきたなと。だからこれをだから、他の、家事の、まあ、例えば掃除、風呂を沸かすのもそうなんかな、分からへんけど、洗濯とかも、そのそれの、一個一個のなんかその、オプションみたいなのが、そんなんがあるんかなって感じですかな。うん、でまあまあそのね、魔物の成長速度は非常に速い、ちょっとあのデメテルの説明忘れたけども、うん、まあ、非常に早いということだったから、まあ、守る子もだいぶ、まあ、今8話か、あと4話かな。うん、で、まあまあ、いろいろと役に立っていきそうな、まあ、そんな気がしますな。しかもまあ、一応子供扱いやから、可愛いってなるかもしれませんな。はい、だから今回、まあ、特にそんな気になることはなかったかな。特にはね。はい、ということで、僕の妻は感情がない8話でした。よかったらチャンネル登録、高評価、またコメントなどよろしくお願いします。はい、ここから1分ちょっとで自己紹介するんで、興味のある方はここで切ってください。自分は世界で唯一の技の持ち主であり、この本の著者であり、大道芸人であり、そして子供向けのパフォーマーをやってます。普段やればできる、あくまで伝えてくれて、主に保育園、幼稚園、小学校、子供会などでパフォーマンスをしますが、現在もコロナの影響で全く仕事がなく、約4年6ヶ月仕事がない状態、貯金と節約生活でなんとか生き延びてます。そんな自分の本業も知って、ぜひ応援をしていただきたいので、説明文にある URL をクリックしていただいて、できれば本業のチャンネル登録、応援もお願いします。そして、深田恭子さんと出たこの CM の URL も載っけてますので、ぜひ見てください。アニメのリアクション、その他もろもろスタートして、今日で1608日目。長いですね。ただこのチャンネルもっと長い。2009年4月の24日、パフォーマーのチャンネルとしてスタートしましたが、コロナの影響で一件仕事がなくなり、いつの間にかこのチャンネルでアニメのリアクションをスタートしてしまってからの約1年5ヶ月分、推定2000本以上、2021年の8月18日までのリアクション動画、自らの手で削除させられている地獄を味わってます。なんとか乗り越えたものの、今もずっと地獄で、冒頭でも言ったように再生数、チャンネル登録者数全く伸びず、正直しんどい、やめたい、ずっとやってます。それでもなおやればできるわけでもないと伝えたり、そう思って一日も休むことなく、気合と根性だけで動画投稿を続けてます。ぜひとも応援お願いします。以上、アニメリアク職人ことマジ大道芸人ハマーでした。最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。それでは、失礼します。